お、でかいよ。こっちましょい。はい、クラチャンネルです。今日も中山側頼みに来ました。リベンジに来ました。桜も咲いてて、いい感じ。スタート。GoPro、 今回から GoPro2 台、7と5。早くと初バスってくれ、初バスを。もう今年になって3ヶ月経ったで。釣り行ってないもん。先週何ヶ月ぶりかに行ったの。それはあなたがインフルエンザにかかる。インフルエンザにかからんかったら行けとった。まあでも2月の時期だったっけ、うん、結局行っても釣れなかったらけどね。釣らんと釣るよ。いいよ。どうぞどうぞ。釣ったら焦るよ。どこにいるかわかる。うわ、風ないとあったかい。あら、ライン見つけちゃった。回収します。ちょっとエレキが引っかかりそうだな。でもこれ取れるか。よし、ライン拾ったから釣れるぞ。きっと手が汚くなるぐらい頑張ったもん。よし、
ちゃ痩せてる。ナイス、ナイスフィッシュ。あー、バイビー。あー、釣れねえべ。これで帰れる。よっしゃ、ナイス。お、でかいよ。こっちまし来い。ナイス、ナイス。はい、ついてんだこれ。ついてんだ俺。わかんない。あ、ついてる。おお。ナイスイッシュ。うわ、太鼓いいよ。あれ深い？ラインやばいよ。ちょっと待って、どうしたの？発信さんだよ。そんな持ち方で。うわ、太鼓いいよ。やったー。ナイスイッシュ。イエーイ。全然痩せてないし、すごいプロポーションいいじゃん。すごいじゃん。大きさはそんなでもないけど、40アップあるかな。ダウンショット。ナイス。やったね。初パス、初パス。これくらいでも。落ちて。お、40ギリギリぐらいだね。ギリ。ここがゼロで40。ナイスプロポーションやでも。すごい。ナイス一周でした。はい。どうやってどうやって釣ったんですか。狙い通りする。岸に行きたいけどちょっと深場で岸に向かって待っとん、待っとんじゃないか。なんか向こうからこう来るもので反応するかなと思って。ないですが、私岸にこう風が吹くとさ、エレキの水が向こうに行くじゃん、こっち側に行きたいけ、うん、水流は全部向こうに行くけ、俺的には釣れんような気がするよね。その横に対してのこう上下前後に対する水流っていうのは、まあ、ほとんどあんまり影響がないと思うけど。こういうのが一番困るんだよね。来た。でかいよ、でかいよ、ものすごいでかいよ。やべえ。頼むよ。ほら。ナイスイッシュー。
いやーい、いやー、来た来た、待て、50いったんじゃない？50.5。はい、ありがとう、ナイスフィッシュです。いやよく引きました。よく引きましたよ。こんな感じのリグで釣りましたよ。フットボールにオフセットフック、4分の1オンスだったかな、にハートテール 3.5 インチ、ビュンビュンビュンゴンって感じだったかな。ナイスです、よかった。いやー、3.5 インチで釣れてよかったよ。